おはようございます、クロードです。はい、ということで今日は渋谷に来ているんですけど、今日はね、僕のモデルの撮影があって、それにちょっとミユに来てもらって密着をしてもらおうかなと思い、渋谷にあるショートスタジオっていうスタジオで今日撮るんですけど、そのゲスジーンズっていうブランドのキャンペーンを撮っていきます。なので、まあ、メイクだったり舞台裏だったり撮影風景とかいろいろと動画にできたらなと思います。ということで、早速スタジオの方に行ってきます。多分もうみんな おはようございます。おはようございます。おはようございます。これは交番ですね。今日のメインカットとか、こっちが俺かな。この T シャツがなしらしい。裸にデニムで。パンツも。パンツも履き替えて。まあ、ゲスのパンツ。3体今日。撮って、で、こっちにムードボードが。今日の撮影のテンション感みたいな。結構ファッション系だね、っていう感じで撮ってきます。やっぱ今写真チェックしてこの色味に海外チームと。いつでも行きます。これどうぞ。独り占め。寿司。35度あるから。いい感じだった。あ。なんかあったの。ここにある。フルーツ大好きだ。ご飯食べてないから。フルーツ大好き。あげるよ。フルーツはね、
いっぱい食べた方がいいから。パンツこのままで。ちょっと今日は AW の撮影なんで、やっぱもう時期的には AW。 いいのいいの。モデルさん大変だよ。マジ暑い。暑い時に。今日スタジオじゃな、スタジオだからさまだいいけど、うん、これロケだったら。やばい。逆だからね。寒い時に涼しいの撮って、暑い時に冬の撮るからさ。よし。お疲れ様でした。翔平またね。お疲れ。セス。ありがとう。今日かっこよかった。仕事も、もういつもふざけてる。そんなことないでしょ。はぁ、あ。ちょっとコーヒーと軽いご飯みたいなの食べるから。今回の撮影が、まあなんかいろんなところで使ってくれるみたいで、まあ駅とか、すごいチャージスポットのなんかモニターにもなるとか、いろいろ多分目に見えるところで出ると思うんで楽しみにしててください。ということで、今日の密着はこんな感じで終わりですか。ということで、最後に見てありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Is there any